東東御国一宮小国神社、自然がたっぷりで気持ちいい参道を歩いてお参りします。小国神社は家康公ともゆかりがあって、家康公が座って休憩したいし、家康公の立ち上がり石、父ちゃんも立ち上がる、立ち上がったら食べるよ。小国琴町横丁食べ歩き、りんご飴からスタート。いろんな種類のりんご飴があって、カットしてくれるから食べやすい。3つあるけど2つは娘のね。父ちゃんは生チョコクランチ、りんごと生チョコ、これうまい。次、焼き芋ブリュレ蜂蜜バター、焼き芋との最強コンボ、甘くて美味しい。さらにストローがハートのアイスティーに、娘大好き綿菓子、中からイチゴ出てくるやつ、これだけ食べたらお腹いっぱい。他にもいろんなお店があるから琴町横丁楽しい。濡れおかきをお腹の都合で断念。小国神社でお参りしたら琴町横丁で食べ歩き、ぜひ行ってみてね。